皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林一雅と申します。本日もですね、最新の、私なりのビットコインの価格の分析というのをですね、本日もしてみたいと思います。本日のですね、内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。レッツゲスターレ。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。私はですね、PayPay のですね、まだ投資家ではあるんですけども、自分のためにもですね、定期的にチャート分析っていうのをね、しております。今、このビットコインなんですけども、今、冷やしチャートなんですけど、1月8日ぐらいをピークに、かなりね、今ちょっと価格の方は落ちてきている状況ではあります。どれくらい落ちているのかというとですね、この長期のこの4万1000ぐらいからですね、一時、ここぐらいまでね、落ちてきてます。だから 31% ぐらい、一回、この1月8日から、落ちちゃったという状況なんですね。4万1000ドルから今、今3100ドルぐらいでこう推移をしている状況になります。最初ね、こうやって三尊なんじゃないかというところで、見てたんですけども、どちらかというとね、ディセンディングトライアングルみたいな感じになってきましたね。本当に今まだね、抜けてないような、こういうイメージの感じになってきてます。で、これがね、今からもうちょっと落ちるとすればですね、この辺がもしブレイクオンすれば、こんなにいかないですけどですね、2万ドルにまた戻ってくるんじゃないのかなと思っております。で、今ちょうどね、50日移動平均線で跳ね返されて、今のところ持っているという感じになってますね。ただ、日足で言えば RSI に関しても売られすぎの 20% 以下のゾーンまで来てまして、今かなり落ちてるし、RSI もホームですね。もうかなり買われすぎに近くなってきています。で、気になるポイントとして MACD の方もですね、もうだいぶかなり下まで落ちてきておりまして、ヒストグラムここですね、このヒストグラムの方もですね、ペース的に言うとだんだんそろそろ上の方にまた行っていくんじゃないのかなというところは日足で言うとざっくり見えます。ちょっと週足の方に変えてみますと、週足ではね、まだまだこの RSI も落ちてきていて、売られすぎっていうところまではいけないですし、MACD もちょっと勢いを天井から反発し始めてちょっと落ちてきているところもあるわけなので、週足の方で言うと、まだもうちょっと落ちていく可能性もあります。もうちょっと気になるのは月足チャートになります。で、月足チャートっていうことは、ちょうどこのビデオを撮っている時がですね、1月の28日なんですね。で、29、30、31日で、一応3日間で月足のチャートがクローズするわけですよ。そして2月に始まるとまた新しい月のロウソクが始まるわけですけど、このままもしあと3日後になっちゃうとですね、月足ベースでここに大きな上髭が残っちゃうわけですよ。そうすると上髭が残った後っていうのはちょっと次の月ガクンと落ちちゃうので、陰線がちょっと出てくるような気がします。なので私は2月ぐらい3月ぐらいはもしかしたらこういう風に下がっていきながら、こう下がってきてからこういくっていう可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。なので一旦2月はですね、もうちょっと下がってくる可能性もやっぱりあるかもしれないんですね。はい、なぜなら月足でも今ちょっとこのかなりの変わりすぎのゾーンのところに今こういるわけですね。ここからもしかしたらちょっとここは落ちてくる可能性もあるかもしれないです。週足を見るとですね、この辺ぐらいまで落ちてきてもね、おかしくないのかなっていうところまではありますから、僕の中ではですね、この日足で言うとまだこのゾーンの中ですし、この辺で一回こう下まで落ちて、下髭とかでまた復活していくんじゃないかなと思ってます。ただ、大きなトレンドはやっぱりまだ上ですから、ここちょっとね、変わりすぎちゃってて、かなりイケイケで上上がってきたので、一旦しばらくじっくりとした調整がある可能性がありますので、ちょっとイメージ的にはですね、上昇トレンドでのっていうと、ちょっとここね、上昇トレンド1回上がって、こういうところのイメージにもしかしたらなってきて、ちょっとこうやってね、数ヶ月こういう風になってから、EM リボに当たってぐーっと上がっていくような、そういうイメージになる可能性があります。はい。なので、もしかしたらここでこう、もうちょっとこういう風になっていくんじゃないかなという風に、私は思ってるんですけども、これは本当ね、わかりません。ただ私の場合はね、長期でトレードしている関係で、これがね、別に下がった方といってですね、狼狽売りすることはなく、逆にもっと買い増しをしていくチャンスかなというふうに思っておりますので、そういうふうに考えております。なので、ビットコイン今ちょっとですね、ポイントとしてはですね、今年の1月の月足チャートのロウソクが大きな上髭を残してクローズ、確定してしまうと、
2月っていうのは下がっていく可能性が高いっていうのはですね、私も今まで習った中ではですねあると思うので、まあその辺をねちょっといろいろと注意していきたいなというふうに思っております。基本的には中長期目線では上なんですけども、短期で2月3月もしかしたらもうちょっと下がる可能性があるかもしれませんというのがですね、私の今のところをちょっと分析している結果だというところで、本日の動画は以上になります。はい、本日の動画が良かったというふうに思っていただければぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですねぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますのでぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.